バトルスは、アメリカのエクスペリメンタルロックバンド、ニューヨーク出身。バトルス2002年、元ドンキャバレロ、ストームストレスのヤン・ウィリアムス、フリージャズ界の巨匠アンソニー・ブラクストンを父に持つ、第四代、ブラクストン、元リンクスのデイビッド・コノプカ、元ヘルメット、トマホークのジョン・ステイナーの4人で結成。2005年、プレフューズ73の日本ツアーに同行し、 に公演を行う。3枚の EP 作品をリリース後、2007年ワープレコーズより、ファーストアルバム、ミラードをリリース。アルバムからのシングル、アトラスは、高い評価を受け、各音楽メディアが発表する年間のベストリストに、挙げられた。同年のフジロックフェスティバルに出演し、日本でのツアーで単独4公演を行う。2009年、エレクトラグライドに出演。同年、 第四代がソロアルバムセントラルマーケットを発表し、翌2010年に脱退。バンドは残された3人でアルバムを制作。ゲストボーカルにゲイリー・ニューマン、マティアス・アグ・アンオ、ブロンド・レッド・ヘッドのカズマキの、ボアダムスの山塚愛を迎え、2011年にセカンドアルバムグロス・ドロップをリリース。同年、シノサウンド東京、フジロックフェスティバルに出演し、 日本ツアー単独3公演を行う。2015年9月、サードアルバム、ラディダディをリリース。同11月には、サポートアクトに、神戸出身のズズエスを迎え、東京と大阪で、来日公演を行った。2019年10月18日、ホースアルバム、ジュース B クリプツをリリース。2004年2007年2011年2015年2019年。 ありがとうございます。